北尾正美、妖開着盗聴男像男像は、日本の妖怪。神病師、妖開着盗聴などに描かれている。頭部の大きな子供の姿をした妖怪。化け物予服家見せチョロケン、小僧と、六六尾、妖開着盗聴では、豆腐屋を驚かして豆腐を持ってきたといった内容を、作中のセリフとして語っており、特徴的な大きな頭を見せ人間を驚かす。 妖怪であると考えられる。桜川慈痴生化け物夜ふけかお店では、チョロケン、チョロケン、小僧という名で頭部の大きな子供の妖怪が登場しており、同様の妖怪が江戸時代に描かれていたことを伺うことが可能である。水木しげるの著作では、大きな頭と獣のような裸足が特徴であり、豆腐小僧とは別の妖怪とも書かれている。また、実験者十九金、 生木息子では、福助という主人公の少年が、お頭というあだ名をつけられたことを逆手にとって、張り子で、応答を作り、狸が暴ける大人妖怪の姿に仮装をして、酒屋の御用儀に出て、人気を取るという話が描かれている。19による、この作品の発売前年には、福助人形が江戸で人気商品となっており、 福助という主人公の名もそれに由来し、その特徴とすでに存在した男像の妖怪を合わせた趣向であると考えられる。アダム・カバットの著作による紹介以後は豆腐を持ち運んでいる様子が描かれていることから、豆腐小像として要怪着当庁の男像の図版が使用されることが増え、それ以前の豆腐小像イメージとの置き換え、またはイメージの混同が見られた。 オートゾは、ミコシニュドウの孫という設定で登場をしている。前述のように、豆腐小像とのイメージの混同から、本作での設定を豆腐小像そのものの、一般的な情報として引いている書籍を二千年代以後には、見ることもできる。水木しげるの著書における、紅葉豆腐を持っているのは、オートゾであるという解説及び豆腐小像とは、別物であるという分類を、不縁解釈し、 紅葉豆腐を持つ妖怪を、オート小僧、それ以外の豆腐を持つのが、豆腐小僧であると解説されることもある。ありがとうございます。